はい、えどうもお疲れ様です。今回はね、ある宗教団体の紹介をしたいと思います。まあこれがね、日本ライリアンムーブメントと言いまして、まあ世界中にその支部があると言われているんですが、もともとね、フランスで始まったんですよ。しかし、教祖のライルさんはフランスを追放になって、で、カナダでしばらくね、活動を続けていたんですけども、カナダからあ日本が一番ね、この ライディアム,ムーブメントにふさわしい土地だって言っから日本に引っ越してきたんですよね。これがまあ教祖のライエルさんです。このライエルさんはフランスで宇宙人に会って宇宙人から真実のメッセージを地球に広げなさいっていうふうにね、命令をされたんですよ。で、それに従ってまあ地球人にいや実はね、神様っていうのは宇宙人だったんだよと。その宇宙人が近々この地球に戻ってくるらしいよみたいなことを お話しして、どんどん広めていくうちにファンができて、世界中に支部ができたってことなんですよね。まあ、ただ、フランスでの活動は、フランス政府によって、そのようにね、遮断されて、国外追放になり、で、えー、カナダで活動を続けていたんですけども、いや、宇宙人はね、日本が好きなんだよ、とか言ってね、急に言い出して、日本の千葉県あたりに住み出したんですよ。で、その後、千葉が一番、ここはね、えー、我々が活動するのに一番適したところだ、つって住んでいたら、 あ,あれです東日本大震災が起きて、原発が、あこう放射能が出てくるみたいなことになってですね。で、ビビって、こう、沖縄の方に逃げたんですよね。やばいぞって日本中が放射能に汚染されるってうからね、ライルさんが言って、沖縄に逃げたんですけども、別に放射能に汚染されることもなく、またですね、千葉に、 ここが最適だっていう風にね、宇宙人から、ま、指令を受けたはずなのに、そこが急にね、住めなくなっちゃったから、方法の手で沖縄に逃げたみたいなことがあります。まあ、それからというもんね、なかなか、活動が、 広まることはなくななくったのかなテレビで取り上げられることもなかったり、ある一時期ね、なんかそのセックス教団ということでね、なんかバッシング受けたんですけども、そのバッシングすら最近は受けなくなってきて、そしてこのライアンムーブメント、若い方が全然入らなくなってきてですね、なかなか高齢化の波にまみれているのかなっていうところはあると思います。まあ、ここにですね、ここに私が。 ま、10年間ぐらいね、ちょっと所属していたわけですよ。うん、まあ、言ってみればちょっとキモい集団だったんですけども、そのキモさが私にものすごくね、ベストマッチしていただくということで、ここで10年前後活動させていただいて、私がね、サラリーマンだった時に入会して、で、えー、なんやかんやでね、自分の年収の10%ぐらいをこの教団に預けることになったんですよね。でも結構楽しかったのは、まあ、結構ね、 このライリアム,ムーブメントの中では、私は結構ね、モテたんですよ。モテたから楽しかったってところもありますし、またですね、このライリアム,ムーブメント、先ほどね、セックス教団みたいなね、レッドルを貼られたみたいな時期があったっていうことをお話し,しましたけども、いや、実際そうで、あの、性に対するタブーっていうのは、それがね、強制でなかったら何でもありと。ね、家族間でもいいし、親戚の間でもいいし、同性でもいいし、年齢の区別ってのはないしみたいな感じでね、まあそういった主張を広げてるんですよ。 で、多くの男性が希望を持ってんですね。あ、ここだったらなんかやりまくれるんじゃないかなみたいな感じで参加したっていう経緯はあります。まあ私もその一人だったんですけども、実はですね、そうは言っても女性にも選ぶ権利があって誰でもいいってわけじゃないんですよ。つまりは、ライディアムーブメ,メントにそういったね、不拉致な考えを持って入っていても、持てないやつは結局ここでも持てないと。<laughs> まあましてやね、冴えない人がここに入っても結局はなんだかんだであまりおいしい目には合わないってことなんですよね。 で、この来年ムーメントにもあの一定の組織力がありまして権力構造があってですねもう強者をますます強くなるし弱者は相変わらず夢と希望ばかり見させられて雑用ばかりさせられるみたいな感じでなかなかねその通りっぺんのことにはならなかったのかなっていうのが私の感想ですね本当にどうなのかどうかってことはもう興味がある方が行って確かめるしかないんですけども普段の活動はね結構楽しいんですよ うん、活動内容って書いてるでしょ例えばフリーハグ活動ってのがあります。じゃん。別に写真が出てるわけじゃないのか。ね、フリーハグね。街角に立って、まあ、抱っこしましょうみたいな感じでやるんですよ。これもね、だからね、モテそうにない男性が立ってても、結局フリーハグ誰からも求められないってこともありますし、まあ女性がね、いればね、割とフリーハグに応じてくださる方はいるんですけども、うーん、まあでもね、あの、 モテそうにない女性が立っていても結局誰も来ずにするみたいなことも結構あってですねなかなか世の中は正直だなっていうふうに感じるばかりでございますその他トランスミッションは何かっていうとこのね来年ムーブメントのメンバーになったらまあ一応ね会費を納める権利は与えられるんですけどもトランスミッションを受けることによって要するに、ね、これはねあのー、神様からおぼししがありましたとあなたは永遠に 宇宙人が認めましたよっていう風なメッセージを受け取るってことなんですよ。うん。まあ、洗礼ですね。キリスト教で行くと。まあ、それをトランスミッションっていう風に、宇宙とあなたをつなぎますよっていう意味なんですよね。はい。それから、センシャルメディテーション。これはね、あの、メディテーションっていうか、瞑想のことなんですよね。これこれ。まあ、瞑想はね、割といいと思いますよ、私はね。うん。どんどんやっていただければいいんじゃないかなと。ただし、別に、 ここに入らないとできないことでもないので、瞑想はもう各地でやればいいんじゃないかなと思います。で、未来へのサイエンスって書いてますけども、ね、このライニアムーブメントっていうところはね、科学こそが神様だっていうふうな主張もしている、していたと思うんですよ。まあ、ですので、進化するテクノロジーにはもっともっとついていきましょうねみたいな感じだったですね。 まあその割にはちょっとね、メンバーがあまり科学的じゃないというかね、すごく古めかしいんですよね。頭が硬いというか。で、その班の活動ですけども、メンバーの写真ですとかね、いろんな写真がありますんで、見ていくことができると。どれもこれもね、プロジェクトは立ち上がるんですけども、あまり長続きしないんで、プロジェクトばかり増えて、今は無活動みたいなことばかりですね。うん、パンデミック条約断固反対。ああ、こういうのがあるんだな。うん 私も離れてね、もうだいぶ経ちますんで、よくわからないんですけどね。ただ、あんまり変わってないと思いますよ。あの、変化に乏しいというか、あんまり進歩がないというか、うん、でも、なんか、ちょうどいい主婦の集まり場所になってるんじゃないかなと思います。うん。で、やっぱ、楽しい部分があるのは事実なんでね。うん。まあ、気が合う人、ラブピースみたいな団体ですから、こういったところが、 つぐみ心地がいいかなと思ったらどんどん参加すればいいんじゃないかなと思いますね。ああ、こうやって見るとね、私のね、うん、知り合いも多いですよ。というよりも、メンバー少ないんで、多分ね、1年2年活動したらこの写真の中に出てくると、ほとんどと関わることになると思います。<laughs> はい。ということで、えー、私がね、一番長く関わっていた、2番目かなエホバの商人が一番長いですからね。うん、2番目に長く関わっていた、 ライアムーブメントの紹介させてもらいました。うん、まあ、あの、一言で言うと、キモい団体です。うん。でも、そのキモさがね、あの、自分にはものすごく合っていたなと思いますんで、愛情を込めてキモいって言ってますからね。別に、馬鹿にするわけでも何でもなくって。うん。まあ、だから、気が合う団体ってことですかね。ただ、私も、いろいろと変化、成長を変化しましたんで <laughs>、成長かどうかわかりませんけども、いろいろ状況が変わりまして、ここでは居づらいかなっていうふうに、 感想を持ったところです、ね、はいじゃあまたここのエピソードっていうのをまたお話ししましょう。それじゃあ。